毎度西なるゴジですわ。西なるゴジ出てけへんなってみんな思っとったやろ。うん、ゆっくりしとった。ゆっくりしとった。今日はプロデューサーはんがおそばんやから。な。テレビ見とった。テレビ見たりな。んで、ホップアップで上がってくる人の動画見たりしとった。阪急っていうやつやな、阪急。阪急っていうやつや。転勤するわけにはいかんからな。うん。まあ、阪急してたからって言うて話すネタもないねんけど。うん。もうネタが、昨日何話したか忘れてまうやろ。昨日第3部できんでごめんな。な、うん。ちょっとな、パソコンの操作方法をな、教えてもらっとって。まず何がやりたいかっていうのをな、YouTube でな、撮ってな。んで、わかることやったら教えてあげるよって言うてくれとったからな。視聴者さん。んで、お仕事から戻ってこられてやな。んで、文字にしたらやな。そんなもんお前、何千文字もなってまうしやな。で、結局、LINE のカメラの電話を使うてやな。で、こうやったらええ、ああやったらええって言うてやな。聞いたり。まあ、これ限定で送ったらええねんけどな。もう一つ、もう一丁ええ方法を思い出したいな。このスマホと同期化してるのをな、解除する。まあ、簡単なことやねんけど、パソコンの Google 一回アンインストールして、でしばらく経ってからインストールしたらまたどうなんねやろ。アンインストールしたら、そうか、アンインストールしたらGoogle ストアもなくなるからインストールする方法がなくなってまうのか。なるほど。気づいたわ、今。喋ってて気づいたわ。そういうことか。なるほどな。うん。独り言やった。いつものことやな。中身使うか。そういうことか。おかげさんで、やりたいことの 80% は解決できた。助かった。で、履歴から見たら、1時間30分ぐらい LINE の電話で喋っとった。うん。せやから、第3部がなかったのはそのせいや。別にテンション低いわけじゃないんやけどな。次からな、こうなんか考えてまうからな。次から考えてまうからやな。
暑いんか寒いんかようわからんの。暑いんか寒いんかようわからんの。で、お花大好きお姉さん、メシベは取ったよ。メシベ取ったのはええけど、服汚れる前に手汚れたわ。それだけやったらええけど、ティッシュでな、このユリな、英語でカサブランカっちゅうらしいねんけどやな、これをティッシュで取っとってんけど、何枚もティッシュ取っても使ってもいかんなと思ってやな、一枚のティッシュでやってるうちにやな、もうティッシュの中いっぱいになってもだからやな、ジャンクセが手でいったれよ思ってやな、手でメシベ取っとったんや。まあ汚れんのは鼻から分かっとったからな、こんなもんあろたらええわって。問題は匂いや。タバコ吸うに何する何するにせえ、ここ口元にこうタバコをこうやって持ってくるやろな。この段階でもうずっとずっとな、この段階でもうずっと鼻にカサブランカの匂いがついてやな、どにょんこにもならへんかった。昨日一晩中手このカサブランカの匂いがずっとしとった。おかげで4時まで寝れんかった。起きたん10時や。なおぎん、西成小路ですわ。あと次の動画で会うわ。お次がよろしいようで。バイバイ。